11人組グローバルボーイズグループ、上腕の甲野純喜川尻蓮が、13日放送のフジテレビのバラエティ週刊少年ジャンプ、ワンピースバラエティ海賊王に俺はなるテレビ、深1時5分、関東ローカルに出演する。今回の企画は、芸能界悪魔の実デビュー当時から様々な場面で共演して信仰の深いかまいたち、山内健二、浜家隆一の二人と、ワンピアイ、 を語り合う番組カット、ワンピース、同世代、河野純喜川尻レンガ名場面を紹介、川尻と河野は90年代後半生まれで、まさしく、ワンピースと同世代。そんな二人は、ある程度連載が進んでから、ワンピースと出会い、河野が両親とアニメを見始めたのは、麦わらの一味がバラバラになったインペルダウン編から。そのため、サンジやゾロなどのメインキャラクターよりも、 ボンクレイやイワンコフなどインペルダウン編に登場するキャラクターの方が好きだという。一方のカワシリはかっこよすぎる敵キャラクターが大好きだそうで特にド・フラミンゴをしている。番組では上腕の二人が何度でも見返したいというワンピース名場面も大公開する。思わず浜屋がよく原作を読み込んでいるなぁと感心したカワシリの2すぎる場面や 河野が愛してやまない、アニメならではの面白くなる演出、という謎の場面まで、二人がセレクトした名シーンを紹介する。その後、上腕のメンバーを、ワンピース、キャラに例えて海賊団を作ってみることに。濱家とは家に遊びに来るほどの仲だという川西匠は、一番甘え上手なんです。河野、という理由で、チョッパー、グループのムードメーカーである佐藤慶吾は、 遅刻しても笑わせたら許されると思っている川尻という理由からファンの多いボン・クレイをチョイス他にも「ワンピース」愛の深い川尻と河野ならではの視点から言われてみるとぴったりの特徴を持ったキャラクターの名前が次々と飛び出す